サバイバルファミリーは2017年2月11日公開の日本の映画作品。ある日突然訪れた原因不明の電気消滅により廃墟寸前となった東京を脱出した一家のサバイバルコメディ。脚本、監督は矢口忍。主演は小日向文世。第1回マカオ国際映画祭、コンペティション部門出品作品。 全国268スクリーンで公開され、2017年2月11日、12日の初日2日間で、公衆1億6、534万9、100円、動員12万9886人となり、映画観客動員ランキングで初登場第2位となった。2002年から構想を温め、2003年に起きた北、アメリカ大停電にヒントを得て作られた。 また、鈴木家の子供である、展示役の泉沢祐希と、優衣役の青井若菜はオーディションによって選ばれた。ある日、突然、日本全国の電力供給が止まり、それに伴いガスや水道といったライフラインもすべて停止してしまう。それらにとどまらず、自動車やパソコン、携帯電話や時計といった生活必需品までも使用不可能となり、あらゆる情報網が遮断され、 人々は自給自足の生活を強いられる。通貨や紙幣、ブランドものは無用の長物となり、人々は施しや物々交換で日々の生活をしのぐ。東京都内に住む鈴木一家は数日で生活に困窮することとなり、西日本へ行けば電力網が生きているという噂を頼りに三重の実家である鹿児島へ向かうことになるが、飛行機などの交通機関も使えないため、 やむなく自転車での長距離移動を決める。鈴木一家は高速道路を自転車で西へ進み、サバイバル生活の中で様々な人々と出会いながら、鹿児島を目指す。セットや CG を一切使わない、オールロケーション撮影が行われ、その撮影地は仙台市や山口県を中心に、大阪、神戸、静岡、千葉、横浜、羽田空港など国内各地に及び、 ロケ隊の総移動距離は約1万キロを突破した。仙台では、鈴木一家が暮らす東京郊外の設定で、大白区の市営住宅や、仙台南環状線、青葉区の東北学院大学土とイキャンパス、若林区の卸町通りなどで、ロケが行われ、山口では重要なシーンの一つである、車のない高速道路を自転車で走行する、シーン撮影のため、 山口県警察協力の下で、山口宇部道路及び、宇部湾岸道路を一時封鎖して撮影が行われた。ほか、県内各地で撮影が行われている。作中で登場する蒸気機関車には、SL 山口号を用いた。また、その他にもスマ水族館や、通天閣、天竜川においても撮影が行われた。2017年9月20日発売。発売元は、フジテレビジョン。 販売元は、ポニーキャニオン。スペシャルエディションスタンダードエディション映画公開に合わせた、オリジナル企画として、息子役の泉沢祐希主演、サバイバルボーイと娘役の青井若菜主演、サバイバルガールの2本のサイドストーリーが制作され、2017年2月15日に、日本映画専門チャンネルにおいて放送された。サバイバルファミリーブルーレイスペシャルエディションに収録。ありがとうございます。